What velvety ambrosia is this? Your poison and the sweet sleep that follows. Oh, please, let me hear your voice. Qui est Lié だっけ? Hello. Thank you for your help. Without it, I wouldn't have seen Sumtrina again.I'm drifting off in the sea of her poison. Soon, I will hear her voice. Let me be. I won't be long. 毒で? どういうこと? Oh, I almost forgot. You mustn't follow my example. Sumtrina's poison would plunge you into an eternal slumber.It must be me, and only me. I am gone, so that I may hear. トリーナのなんか昏睡は癖になるみたいなテキスト書いてあったけど、毒が昏睡ってことか。え？何この髪の毛の生物。あ、じゃあ顔あるわ、顔あるわ。え？どうなってんのこれ。何これ何もすまんかったけど、あ、アイテムある。あ、トリーナのあれだ。ゆっくりと睡眠を蓄積し FP が少しずつ回復する。一応回復アイテムか。え、もう一回吸ってみようか。蜜って唾液ってこと？I am gone so that I may be. 何も変わんねえじゃねえかよ！ちょっと意味がわからん。アイテムが必要なんか？ツイッターで聞くわ。なんかどうやら蜜を吸いまくらないといけないらしい。なんでこんなとこで俺デスカウント使わなあかんねんって感じだわ。珍しいタイプのイベントだね。あー、変わった。Grant me more of your poison, that I might drift further into sleep. Perhaps then you'll grace me with your voice. なんか体がこいつビクビクってしてるんだよな。ほら、プルプルプルって。ちょっとリアル。Please, leave me alone. Please, leave me alone.いやいやいや、どっちか進んでよ。Please. まだ吸わなきゃいけねえのかこれ。え、てかトリーナ、トリーナめっちゃ可愛くない？まだこんな美形がいたのかこのゲームに。ご褒美じゃんこれ。ピエリア、お前がトリーナ中毒になった理由が分かった今。Miguel, stop.
喋った。おーい、俺は聞かせてもらったど。Please. お、トリーナの言葉を伝える。 I'll thank you not to lie to me. I am the chosen, not you. Only I can doze off in the sea of St. Trina. Why would you hear her voice when I cannot? If you should utter these cruel untruths to me again, I won't be held responsible for my actions. うわー、そうか、まあ、独占欲的な感じだ。 Please, enough. I cannot believe your cheek. And I will stand for it no longer. え? I will never forgive you. ちょっと怖いんですけど。お前もなんか言ってくれ、これ吸わせないでくれ、これなんでいつまで吸えばいいの。トリーナの唾液うめえ。あ、また遅い、また遅い、また遅い。Beyond saving. え、なんかあれだな、ミケラってなんだろう、なんて言えばいいんだろう、こう万能感があるというか、なんかこいつが行く道は正しいんだろうな感があったけど、トリーナのこれ聞くと意外とミケラも井の中の蛙的な感じなんかね。 I will never forgive you. おおおい、Your trespass, you will know my poison. あら、なんだてめえ、毒使いか。え、やばい、重い、やばい、重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 い、防具が重い。一旦脱ぐ。 OK、 直った。面白いね、面白い使い方だ。調合師だったんだね。死んでくれ。トリーナの微笑。周囲で睡眠状態が発生すると攻撃力が高まる。ああ、そういう系？聖女トリーナの微笑を司ったタリスマン。ある男が心の深淵に住まわせた幻。私だけが知っています。あなたの暗い香り、その甘い優しさを。だから笑ってください、私だけに。なぜティエリエはトリーナにはまってしまったんだ。いつからトリーナの推しやってんだ、あいつは。あ、待って。ああ、You I was no good to anyone beginning to endWeak as a kitten and thick as two planks. I suppose dying in disgrace is fitting, in a way. Tell me, please, assuming you spoke the truth back then, what did St. Trina tell you?Tell me, assuming you, what did St.いやだからミケラ、ミケラだって。この急に生き物としてのなんか時が止まった感いいな。ああ来るわ、また。でもあれだな、ミケラってね、双子のマレニアの腐敗をどうにかしようと動いてるのに、なんかかわいそうだな。Tell me,
Please, assuming you supported... お、来た！トリーナの言葉を伝える。You are a wretched, wretched soul. A nightmare comes to plague me. Such a thing could possibly be. Could it? Centrina, please let me hear your voice in my everlasting slumber.なんかかわいそうだな。ちょっと報われねえな。こいつはもう蜜を吸うボットにしかなんねえし。同じだね。こう終わったのか。ああ。死んでる。いや生きてる。あ生きてる生きてる生きてる。なんか揺れてるもん。蜜吸うごとにイベント進むんだな。じゃあまた吸わなきゃいけねえってことか。ティエちょっと。悪いんだけど早く死んでくれ。あれダメだ、進まねえ。いや進まねえわ。一旦これで時間経つの待つとかそういう感じか。今ツイッターで逃してるボスいるってツイートしたら、あの影の城の隠し通路がまだあるらしい。あーここか！そういえばこの回が撮った時に、ここまで隠し通路あるよみたいなこと言われてたわ。あらー！なるほど！あれ？こっからここのマップ行くのかなと思ったら、ちげんだ。うわー！そのパターンか！伝統的なパターンだ。こんなのさ、見つけられずに終わってしまうプレイヤー多そうだな。ちゃんとムービー付きのイベントだからね。あ、これでさっきの黒いところのマップになるんじゃない？そこの下どう行くねんってなってた場所ちらほらあったけど、このルートなのか。あ、ショーロの仮面ってことはこれあれじゃん、ウィッカーマンの死体じゃん。ウィッカーマンをやるほどの何かがさいるってこと。まさかそうじゃねえ。生き残りウィッカーマンがいるんだけど。そういうパターンかよ。うわ、またそれか。それはいかん。あれ？おお、来た来た、びっくりしたー。やべ。はい？許された。いやー慣れねえ、こいつマジで。お前、避けられてない？
丈夫。オッケー。はいはいはい。飲める飲める絶対飲める。飲めない。冷薬。なんだ。ボディーブローか。こいつ安定しねえよな、ウィッカーマン。どうしても好き。いやーこれマジ俺避けられん本当に。あかーん。でも俺ギリ耐えたよな。危ねえ危ねえ。これが脅威の生命力60だ。あ、ミスだ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 。やべ、なくなっちゃう。これ近くだとマジ終わるから、かなりぐるーっと回っ、おお。うわ、出た、フレアストーム。俺あの技そう呼んでるけど、あの技ガチやばいからな、遠目でやられると。いやー回避タイミングやりにき、あぶね。いや寄せ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 。何度戦ってもスリルを与えてくれるビッカーマンにガチで感謝。え、なんかこのウィッカーマン強い。このウィッカーマンやっぱ普通じゃない。62000。これおかしいぞ。いつも32000とかじゃなかったっけ、地面やった時。ほんとにガッチゴチのガチでやんなきゃ。そもそもダウンしねえんだよな、なんか死んねえけど。これあかんわ。これウィッカー満足で最強のウィッカーマンだこれ多分。大丈夫、当たらない。はいはい。この白光の突撃って強靭削りは少ないのかな。それともこいつやっぱウィッカー満足のお皿と俺見てるから、それで減らねえだけか。周りに転がってるウィッカーマン、こいつに殺された説ある。あ、やべ、見えなかった。いやー、ちくしょう。この、いや、いやこれ2回目負けたらマジでだるい。あ、まだか。危ない。まだ？やっぱ明らかに硬いよね。なんか変よな。これがオサだよ。いや、連続で叩けてないからか。その説濃厚。はあ、なんか強かったー。油切った雫、鍾馗の面。これ何に使うか知りてえよな。霊薬の聖杯瓶に配合し、一定時間油汗を飛び散らせ、周囲の敵を油まみれにする。どうなんだろうな。効く的には効くって感じか。ちょっとはめたなよ。ん、滝に撃たれてくるとしよう。え、
誰のメス、え、落ち葉の船員ってことは落ち葉の団か。落ち葉派と呼ばれる救助者たちの船員ミケラの祈祷を強化する。かつて落ち葉に黄金樹の音の絵を見た者たちは律の揺らぎに備え厳格な信仰を自らに課した。そして新しい神に仕えようとした。それがミケラってことか。え、これダン自殺したって感じじゃないよな。あれ、ダーン。胸に下がった金の首飾りは落ち葉派と呼ばれる救助者たちのものである。彼らは信仰に一切名前を見出さない。故にこそ己を鍛え抜く。え、なんでダン急に滝に打たれて死んだ。ミケラーの魅了が解けてもう希望がなくなったか。おーっと、なんか怪しいのあるね。東の無名霊長。え、いきなり。死ぬ準備はできてるか。羅刹、刀使いか。で、どうした。で、どうする。 FP 温存からの月。はい、これ物干し竿じゃねえのこれ、武器。はい、出血か。あ、太刀、太刀だ。いい武器持ってんじゃねえか。お前モンスターハンターの才能があるぞ。俺と一緒に目指してみないか、本物のモンスターハンターってやつをね。避けた。オッケー、この間に回復。あ、これだけで勝てるわ。合わせる。はい、はい、期間ミラボレアスにて待つ。なに、人型にしてはやるな。幾千ぶりだろうか、俺が人型に手こずるとはね。ひるまない。はい、オッケー。ビビリちょっと知るかと思った今。羅刹の大刀。なんなんだこの羅刹。波紋を血の赤に染めた大刀。人を斬り食らう羅刹の獲物。単なる人殺しか。返り血に染まった羅刹の兜、まがまがしい剣気が溢れ出るかのようにボロ布の端がちらついている。敵に与えるダメージが高くなるが自らの被ダメージも大きくなる。人を斬り食らう、なんとかまずにそれを続けた者だけが無我の羅刹となる。お前だからやっぱモンハンの世界に来るべきだったんだよお前は。え、なんかさ、この探検もさ普通に強い、シンプルに。もうリーチが短いけど、これこういう小回り必要な敵に対していいかもな。しかもスタミナが全然減らねえわ。しかもだ、闇照らしの地下墓。なるほど、なんか暗い。ああ、まあそのまんまか。ランタンつけながら進んでくださいねってことだろこれ。あ、電気ついた。あ、そういうこと、電気つけながら下に行くのか。
なんでバレてないと思った？いった！はぁー！この技やばいな。同じ角度に弾が来るからさ、そこに入ったらもう死ぬしかねえわ。うわちょっと待って、ごめん、悪意しか感じらんねえな。そうだよね。ちゃんと地面あるかどうか確認してから降りなきゃいけないからな。一旦あいつを倒そう、見つけなきゃだけど、多分この台を下げるレバーがあると見たな。じゃなきゃ無理ゲーすぎる。あーった、これか。いってあ、え、浮いてんじゃん。ちょっと待った、あ、落ちた落ちた。おめえはもう終わりだよ。いったかくしよう。こいつこうなったらどうにもできなくない？ HP 引く。うつしみはまずい。これも持ってたんだ。あー、さっきのやつの位牌だ。あのデカさを召喚できんの？さあ、ここのボスは何だい？しかもが篠吉だっけ？なんかもう覚えてねえや、どれがどれだか。え？全然違う。何これ？いおり？あかん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 。へえ、面白いな。面白い技を使う。え？ひるまね。ちゃんとしたボスだ。はあ。成功の避け方がわからん。こいつ、いや、こいつやばいな。こいつやってんな。あー、なるほどなるほど。レナーラと同じパターンだこれ。何こいつ、全員つのびとか。やばっ。あー、なるほど。ちょっとお前いいボス来たじゃん。いや、これシンプルにやってることやばいよな。もう大ボスだよやってること。あとちょっとそのカッターが、カッターの避け方がわかりませぬ。殿、殿、おいたが過ぎますぞ。あと昼間ねんならこいつな。もうこの間に全部の、いや、こっからよ。あまりにもここから見ろ、こいつをこのモーション、俺だけを殺すために作られたのこれ。ちょっとマジか。やめろ。なんだろうこの、ちょどうよけんねん。はい、
リベイズしてくんな。倒しちゃった方がいいのか、今みたいに。うわ、後ろ、やめろ。あ、やべやべやべ、揺れがり揺れがり。どっから湧いてかが分かんねえんだよ。そこか、もう削れてしかない。回復もない。あとやっぱり一旦じっくり大丈夫。うわー、カップで。え、ちょっと待って、これさ、1周目だから相手の火力ないけどさ、8周とかしてたらどうなんの？どう避けながら勝つんこれ。あ、ある。この先には奴がいる。ん、これ書いたのダウン、これ。え、レーマが怯えている。呼び出すことができない。なんなんだここ。つうか、ここを守ってるボスだからさっきのやつ異常に強かったんだ。なんじゃここは。奈落の森。あ、来た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 。ついにこの黒いとこ入れた。マップ優先ならまずな。え、なんかめっちゃ書いてあるんですけど。やつに見つかるな。見つかったら逃げれない。やつに触れることはできない。え、追いかけマップってこと？トレントも出せないのに。え、もう行くしかないよ。直行でマップ取り行くよ。あ、なんか、え、クルエビだ！クルエビじゃん！目がクルエビだ！かくいう俺も、この背中見て。あれだから、クルエビの三本指に付けられてるからね。あ、じゃあ仲間だ、こいつら。ファミリーだ、ファミリー。ここ。奴に見つかるなんてこい、え？クルエルテ。やっぱみんなクルエビに認められた者たちが来てるんだ。うわー、久しぶりクルエビ状態。クルエビの魔術もあるんだ。なんだこのクルエビの拳、拳。はぁ、やはり人間相手にはこいつが一番よ。うわー、出た！その技使えるんだ！これ強いんだよねー。俺も使っていた時期があったよ。ただ、お前は死ぬ。強敵、あ、これがクルエビのナックルなんだ。いくつもの秘境の遺体から生皮を剥ぎ、繋ぎ合わせた手袋。発狂の状態上効果があり、周囲に発狂状態が発生すると攻撃力が高まる。過酷な異端狩りを行った同胞たちへの必要な暗い復讐心によって作られた力なき者たちの武器。ああ、ネズミもしっかり狂い火だわ。勝った！たかがネズミが硬すぎるだろ。子供にも遺伝したのか、狂い火が。なんか廃墟あるわ。はい、来たー。奈落。これ埋まったんじゃない？ついに。これ埋まったくせえよなー。ただなんだ、ここ？これマップなのかな？ここと、ここ、行けてないんだけど、これ、ただあるだけで、行けんのかな？あれ？さっきのやつか。こいつはクルエビ勢力なのか。技を打たす暇すら与えん。は？なんだ？クルエビゲージが。
一気に上がった。え？ヤギに見られたからか。いや、でもさっき別に何も起きてないよね。やつに見つかるなみたいなあれあったけど、それってこと？またある。身を隠して音を出すな。そっとやり過ごせ。戦おうならと思うな。あれか、なんかいる。こいつがやばいの？茂みでしゃがめ？急に別ゲー始まったんですけど。何こいつ？人間じゃん。え？なんだこいつ？人間ではないな。狂い火なのかこれ。なんなのこいつは。え、もう一体いるんだけど。でもこいつってそういう感じ？何体もいていいやつじゃないだろう。え、ああー、そう、なるほど。やめるなよ俺よ。こんな修羅場な、何度だって通ってきたさ。俺はうめえか。これね、これに触れると音が鳴っちゃうと。姿を変えるアイテムみたいのあったよな。それ役に立ったりしねえかな。なんでネズミの死体なんだよ。これ、これどうやって元に戻る。これ、これどうやって元に戻るの。あ、オッケーオッケーオッケー。あー、で、なるほど、これ鳴らさなきゃいけないなぁ。逆にくくりとかでいけるか。え、嘘でしょ。はぁ、マジかよ。しくしょ、自分で鳴らす以外はダメなのか。大丈夫、まだ大丈夫、捕まんなきゃいいんだ。極論。ほら、捕まんなきゃいいんだよ。いいよいいよ。なんでくくり投げてんだよ。おい、遠いよ。トレンド使えないから遠い、マジで。あえて鳴らして、で、こうか。オッケー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 。うわー、苦手だなースニーキング。ほんとにタゲーでもスニーキングするとき、なんか見つかっちゃってもさ、もうぶっ飛ばしてたから、ガチで見つかっちゃいけないってなるとスニーキングむずいわ。終点がどこかわからん。
レーザー使うか。かれこれもう30分ぐらい歩いてるけどさ、何にも見つからん。このマップは迷路だ。あ、なんか来た。建物ありました。うわ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 、鳥が。え、鳥じゃない。うわ、首だけ。これ落ち葉の連中か。ダンの仲間じゃない。見せしめ。マイル。はーん。うわ、きったねえなー、クモの巣。ショートカットじゃない。出た！膨れたブドウ。これは狂い火を目に宿した人の目だよな、確かな。内側から膨れ上がった狂い火の瞳、アイテム制作に用いる素材の一つ。稀にしか見ることはできない。三本指の抱擁を直に受けた証として、指跡の火傷が刻まれている。え、じゃあ俺の目を取ってもこれになるってことだ。え？これダンじゃないよね。ようこそ招かれざるお客様。どうか我が主ミドラーの警告をお聞き入りください。狂気に近づかぬことです。あ、今喋ったのミドラー。なるほど、ミドラーなる者がいるらしいわ。ちょっとじゃあ次回この館の探索からやっていこうか。